高外通型フリーゲートに搭載された730型 CIWS730 型 CIWS は中国により開発製造された CIWS である。正式名称は H-PJ12 型7貫35枚貫4。開発計画は1990年代に始まったとされている。2002年に 建造中の高州級駆逐艦一番艦、高州に搭載されたことから、存在が明らかになった。外観は、オランダが開発したゴールキーパーに酷似しているが、開発にあたっては同じく GE 社製7方針 30mm、ガトリング砲である、ガウ -8A アベンジャーを用い、かつ捜索レーダーを有しない、フランスの政治無社のサモスとトムソン CSF 社の、 サタンも参考にされた。TR47C レーダーは、イフル -1、LR66 レーダーの派生型であり、最大 8km の探知距離を有する。西側の CIWS 同様、情報は CIWS 内で処理され、レーダー及び火器完成装置が別に配置されている、ロシアの CIWS より、反応時間が早いとされる。 イフル -1LR66 は追尾用にのみ用いられ、捜索に際しては、搭載艦固有のレーダーより情報を得る方式を採用している。試作型は、政ジ無社製、ボルカン光学照準機を搭載していたが、量産型は、国産の OFC-3 光学照準機を搭載する。OFC-3 光学照準機は、レーザー即距。 照準機及び可視光、カメラ、赤外線カメラから構成されている。レーザー照準機は、レーザー誘導のサム感性に用いることもでき、可視光カメラは、夜間暗視用カメラに取り替えることができる。西側諸国の CIWS 同様、730型 CIWS は、自己完結方式であり、ロシアの AK-630 より、反応時間は早いが、 手動による制御モードを書いている。730型 CIWS は、ZKJ-1、ZKJ-4、ZKJ-4A-3, ZKJ-5、ZKJ-6、ZKJ-7、H、ZBJ-1 などの中国製、トムソン CSF 社製タバタックなどのヨーロッパ製の 戦術情報処理装置と完全に互換性があり、特にシステムの回収を伴うことなくこれらのシステムと直接統合できると言われている。30mm ガトリング砲は GE 社製7砲身 30mm ガトリング砲である GAU-8A アベンジャーに告示している。一方でロシア製 g s h 六から36砲身メートル。 ガトリング砲の中国版であるとする説もある。砲塔直下に即横弾500発が入った弾倉が装備されている。不行格範囲は -25 プラス85。最大発射速度は毎分4200から5800発。有効射程は3キロ程度と言われている。従来の AK-630 や76。 英式3 7ト、mm、ル連装機関砲に代わって2000年代後半以降に建造された中国人民解放軍海軍の軍艦に搭載されている。ただし、a k 6 3 0メート、mm、ル CIWS に比べて大型かつ複雑なシステムの上、一機あたりの価格は4000から5000万元と AK-632 機分よりも高価なため、 防災艦は、駆逐艦に限られている。中国人民、解放軍海軍パキスタン海軍 HQ-6、AAR ディフェンスアーティレリー。ありがとうございます。